ただけるということです。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、ステージには八ヶ谷町の高月さん、そして原井さん、そして後でゆっくり紹介しますが観光大使のヤトッピー君にも上がっていただきました。はい、トップバッターということですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあそれではもう早速皆さんにたくさんの八ヶ谷町についての情報をお届けしたいと思いますので、本編に入らせていただきたいと思います。はいはい、さて八ヶ谷町といいますと、昔ながらの本陣脇本陣、国の重要文化財として皆さんに知られております。大変風情がある、趣のある町です。そんな八ヶ谷町ではもうまさにこれが八ヶ谷町というイベントを控えていらっしゃるんですよね。はい、はい、来月に迫りました。11月13日の日曜日に町を挙げたビッグイベント、はい、八ヶ谷の宿場祭り大名行列というのを開催いたします。はい、拍手が起こってありがとうございます。皆さん大きな大きなポスターですが見えますか？ちょっと見えづらいという方のためにあと3個ほど全体前に動きましょうか。はい、落ちていて見えた。はい、もうこれはもう伝統あるお祭りとして毎年開催されてますよね。はい、はい、たくさんのカメラマンさんにも人気があるイベントですので、皆さんベストショットを狙って場所取りから頑張ってくださっています。はい、具体的にどんな風なお祭りかというのをもう少し詳しくよろしいでしょうか？八ヶ谷町は、はい、江戸時代に旧山陽道が通っていたということで、宿場町というような呼ばれている町でした。はい、宿場町というと少し難しいんですが、大名行列が通って大名様が泊まった町というふうに思っていただけたらと思います。その大名行列を、はい、模した行列が、八ヶ谷町の商店街を練り歩くというイベントになっています。もうまさに江戸時代にタイムトリップしたような気持ち、雰囲気を味わうことができますよね。もう毎年たくさんの方が訪れるんじゃないですか？たくさんの方に来ていただきまして、沿道の方を埋めていただいております。でしかも確か八ヶ谷町のこの旧宿場町、本陣脇本陣って本当に今もまさに昔のままの姿が残っていて、実はここまでもう正確にそのまま残されているというのは全国で唯一八ヶ谷町のみとも言われているとか。はい、そのように、伺っております。どちらも国の指定重要文化財として残っておりますので、はい、ぜひ大名行列、そして本陣、八ヶ谷本陣も見ていただけたらと思います。はい、こちらは何時ぐらいから始まるんでしょうか？はい、こちらの方が、はい、開催が午前の9時から午後4時ぐらいというふうになってるんですが、はい、大名行列本体の出発時間はそこ気になるんです。12時半から、はい、大名行列出発いたします。そこにスポットを当ててみたいという方は12時半、はい、でもその時間に行ったらもうなかなかいっぱいで、そうですね、ちょっと早めに朝から飛脚、はい、駅伝というマラソン大会があったりとか、あ、そういったものもあるんですね。はい、いろいろなイベント同時に開催しますので、はい、ぜひ合わせて見ていただけたらと思います。はい、飛脚駅伝大会あり、ふるさと物産市あり、お茶席あり、岡山城鉄砲隊、そうですね、はい、あと茨城公演していただいております。はい、これは早雲大鼓なんていうの、そうはい、はい、あと備中神代神楽、はい、大江戸玉まさる、本当に盛りだくさんですね。はい、はい、お日にちが11月の13日の日曜日になります。ぜひね、なかなか味わえない体験ができると思いますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、そしてお待たせいたしました、このステージで一番目立っているのがやっぱりヤカッピーだと思います。かわいいですよね。はい、じゃあヤカッピーについて皆さんにご紹介ください。はい、はい、じゃあここでヤカッピーについての紹介をさせていただきます。ヤカッピーなんですが、ウグイスをモチーフにしたキャラクターで、お腹見せてあげてヤカッピー。お腹にはヤカゲチョウの花である桜の花をモチーフにいっぱい赤色に光っております。はい、それで次は上、ヤカッピー頭の上ポイントを見せてあげて、そうですね、これがホタルをモチーフにした帽子になっています。ピカピカと光るような、はい、飾りもついております。はい、赤ピーを前向いて、はい、はい、で、ね、あとは
の八陰町のチョンの鳥がウグイスということで、ウグイスをモチーフにしてさっきご紹介いただいたチョンのお花、桜、そして帽子はあのうない地区の名所ホタルがイメージされてる、とっても愛らしい可愛いヤカッピーですよね。もうすでに大人気ですよね。そうですね、はい、皆さんにヤカッピーっていう風に言っていただいて、ヤカッピーも非常にいつも嬉しく抱きついたり、抱きついたりヤカッピーなら許されると思います。スキンシップを皆さんもぜひこれからもヤカッピーで食べてあげていただけたらと思います、はい、今ちょっと頑張ってることがございまして、何でしょう、いろいろまあ、ウグイスなのでヤカッピーいろんな夢があるんですが、いろんな夢がある、すごい興味あるヤカッピーこうポケキョって綺麗に鳴くことが今、はい、ずっと昔からの夢です、まあ、まだ、はい、生まれたばかりなのでまだちょっと鳴けません、はい、練習中、はい、あともう一つ練習中で、もう一つの夢が、はい、大空をパタパタと羽ばたくことなんですが、ちょっとまだ練習中です。そうですね、はい、一生懸命練習しているところです。10年後ぐらいの挑戦です、はい、ではここから飛んでいっちゃう、ね、もしかしたら特訓の成果が現れるかもしれません、はい、そしてもう一つ今最もハマっていることがあるんですね、はい、実は皆さんゆるキャラグランプリというのをご存知ですか？もうこれは知ってらっしゃる方多いんじゃないですか、はい、全国のキャラクターが集まって、はい、インターネットで投票を受けてランキングされているというような大きいお祭りです。はい、カッピーも今頑張ってるんですが80位ぐらいですね、今現在、はいはいはい、でもうちょっと頑張りたいと思っております。目標は何位以内ですか？目標は30位ぐらいとは思うんですけどもうぜひ上の方に、上の方に夢じゃないですよね、はい、皆さんが投票していただければ、はい、ヤカッピー全国で30位以内に入ることだってできるかもしれないです。そしたら思わず嬉しくて飛んじゃうかもしれないです。それもそうちょっと期待してる、はい、実は今日、はい、12町村フェスティバル の、はい、情報発信ブースの方で、ヤカッピーを応援してくれた方にプレゼントということで、ちょっと企画をさせていただいております。耳寄りな情報ですね、はい、教えてください。ゆるキャラグランプリにヤカッピーに投票してくださった方、はい、もしくはヤカッピー毎日フェイスブックを更新頑張っているんですが、ヤカッピーのフェイスブックを見ているよ、いいねというふうにいいねを押してくださった方に、はい、缶バッジを実はプライズプレゼントさせていただきます。口頭申告でいいんですか？はい、押しました。画面携帯もしくはスマホの画面で確認させていただいておりますので、はいはい、なるほど。それをこう画面を見せていただいて、はい、確かにこう押していただいている方には、はい、ヤカッピーの缶バッジを、はいはいはい、プレゼントさせていただきます。先着50名様ということで配らせていただいておりますので、ぜひ情報発信ブースの方にいらしていただけたらと思います、はい、そして缶バッジだけでなく、ヤカッピーの人気の上昇に伴ってさまざまなグッズも出てますね、はい、販売されてるんですよね。ぬいぐるみとストラップと非常に人気なマスキングテープをお持ちしてますので、はい、ぜひ皆さんブースの方にも立ち寄っていただけたらと思います。はい、ぜひヤカッピーお買い求めいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そしてなんとですね、はい、ヤカッピーダンスも得意、ダンスもできちゃう、そうなんです、という噂を聞いたんですけれども、本当ですかこれは？ヤカッピーの得意技、何の懸命練習をしてるよね、はい、じゃあぜひ今日この会場でお披露目していただけることできるんですか？ヤカッピー今日できそう？頑張れる？頑張る、なんかやる気満々のようですね、はい、じゃあちょっとここでヤカッピー、はい、この会場では初披露になりますね。去年も踊っていただきましたはい、また新しいお客様にヤカッピーダンスを披露していただけたらと思います。はい、はいはい、それでは少し準備をしてみますので、はい、はい、準備をお願いします、はい、ちょっと行ってくれ、はい、ヤカゲ町のヤカゲ観光大使ヤカッピーのダンスを皆さんにお送りしたいと思います。さあ、どんなダンスなのかぜひご注目をいただきたいと思いますよ。ステージから落っこちないぐらいの前にお願いします。はい、それでは曲をかけていただいたらいいですか？はい、それでは音楽スタート。桜に渦巻く頬掛け、今日宿場の渦巻く頬掛け、今日ピカピカ光る
衆は秘密の場所でいつかみんなを驚かすなし串カツなしぶどう、赤ジェラート、手作りジャムなども販売しております。ぜひ春菜市場の野菜町のコーナーにもお越しいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。